宇田地熊崎光大熊崎山田一方ブラフリー福士裕司フェザー級の8回戦です。赤コーナーはニューヨーク出身裕司ゴメス27歳、想像を絶するハードパンチの持ち主、必殺の一撃に注目です。対する青コーナーは前のフィリピンフェザー級チャンピオン、現在は4位にランクされているノエルハンマーパンです。第1ラウンドのゴングが鳴らされました。グローブを軽く合わせました。白のトランクスがユージゴメスです。日本フェザー級の10位、そして青のトランクスに赤のベルトラインがノエルハンマーパン。そのノエルハンマーパンに向かってまずはゴメス、ゆっくりと攻めていきます。ユージゴメス、これまでの最短 KO 記録は1ラウンド37秒です。必殺の一撃、1秒たりとも目が離せません。さあそのゴメスに対して右から左パンチを返していきます。ノエルハンマーパン、ユージゴメスいいですよ。1ラウンドからねプレッシャーかけてね、はい、鋭いジャブを打ってますね。前に出ていきます。あーやりたい、ダウン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 、左一撃ノエルハンマーパン、ガンマスに倒れ込みました。効いてますね。効いていますか。効いてます。両手を上げています。効いていないというポーズは取っています。ノエルハンマーパン、ここで試合は終了してしまいました。またも1ラウンド KO 勝ち、恐るべき左一発ユージゴメス、1ラウンド KO 勝ちということになりました。いや笠井さん、やっぱりユージの一発というのは、今回この試合はね、リードジャブをね、はい、ユージゴメスが使うというね、試みでしょうね。よく出たんですよリードジャブが。それから左フックですから、相手反応できませんでした。それとラウンド1ラウンドのね、はい、早い時間ですから、反応できませんでしたね。このダウンシーンです。一度離れたところから、この遠くからのフックでしたね。ガードの裏側からですね、はい、巻き込むような左フック、あのよく伸びましたね。やはり見えないものなんですかね。その前にあのユージゴメスのリードジャブがね、はい、鋭いものがあったんで、それにノエルハンマーパン反応したんですね。左フックは見えなかったですね。なるほど。これで8戦して8勝 7KO、 しかも1ラウンド KO 勝ちの記録を6に伸ばしました。ユージゴメス1ラウンドナックアウト勝ちを収めています。